うちのお母さんは朝が早い。お父さんが死んでから夜遅くまで掛け持ちで働いている。どんなに忙しくてもいつも美味しいお弁当を作ってくれる。私も来年は高校受験。陸上の強い私立校推薦で受けてみないか。私立に行く余裕なんてない。お母さんがこんなに頑張って私を支えてくれてるのに。お母さん、はるか、ごめんね。私立は諦めよう。これ以上負担はかけられない。早く支度できたの？大丈夫。今日から私は陸上の強い私立高校に通う。